やばいやばいやつばっか来る。さあ始まりました。月曜金曜10時勝子の部屋でございます。このコーナーは奈良にまつわるニュースをここら中の社員が紹介して少しでも奈良に興味を持ってもらおうというのになっております。今回のニュースは、あ、これ久しぶりですね。奈良ニュース出過ぎですけどね。奈良ニュースですわはい、ちょっとじゃあお願いします。いやわー、すごいのが来ましたね。これはちょっといいですか、あの軽く自己紹介的なものをいただいて。あ、存じてないですか。いや、僕も知ってますよ。それは知ってますけど。あ、そうですね。あの一応古田健人と申します。あ、ありがとうございます。一応健坊ちゃんってね、健坊ちゃんってね、覚えてあげてくださいね。英語の奈良ニュースありましたか、健坊ちゃん。いや、今回はですね、うん、まあ、とある事件を、うん、今回決着事件解決解決とある事件を解決しなるほど、決着解決、うん、なんと今奈良では、はい、連続殺木事件を連続殺木事件殺木、はい、どういうことですか、殺木事件。あの殺すっていう感じに、うん、植物の木ですよ。あ、殺木事件、木の方ね。そう、今回どういうことですか、木をそんななんか悪いあれ仕事してやつおんの。そうなんです、この範疇を僕が見つけたんだ。範疇あの犯人の犯人、うん、あの虫の虫で範疇。あ、虫、あ、そうです。あ、もうじゃあ虫なんだ。そうなんですよ、範疇が。いや、虫が範疇が出た。はい、これはあの令和元年6月頃からこの犯行は続いてまして、うん、今に至っても、うん、この殺人まだ終わってない。殺人じゃなくて大丈夫。殺木ね、殺木は終わってないんですよ統一しきれてない大丈夫ですか。そう、あ、なるほど。このね、殺木犯は、うん、とある植物にだけ犯行を犯してて、日本を代表するバラ科の樹木といえば、うん、バラ科の樹木、はい、そんな詳しくないバラ、バッ日本を代表する日本を代表する花、あ、日本代表しねえか、はい、桜です。あ、桜。そう、今奈良の桜がこの範疇に狙われてるんですよ。どういうことだよ、その虫。そんな別に今に始まったことじゃないじゃん、虫の話やったら。いや、これがね、特別外来生物で、もともと日本にいない虫だったんですよ。おお、やってきた。はい、それが突如令和元年に現れ、おお、その令和元年は3件殺木を犯してるんですけど、なんと去年の令和4年には、なんと400件も起こしてるんですよ。ああ、もうこれ、すごい、売買ゲームですね。すごいでしょ。もうこれは、今回ね、やっぱ僕一人のね、手だけじゃ、もう捕まえきれないなっていうことで、まあ、その範疇の犯行手口と、そのね、見た目の方をね、少しお伝えしようかな。ああ、なるほど。どんな虫か知っといてくださいと。そうです、そうです。まあ、犯行の手口は、うん、桜の木の中に入って。中に？そう。もう食い散らかし。うん。しかもなんと、うん、糞まみれにするというね。ああ、中から食い破っちゃうんだ。そうなんですよ。とりあえず桜に穴が開いてたら、うん、ちょっと怪しいなって。なるほど。で、じゃあなんでこの時期に話しに来たかっていうと、一応ね、うん、5月から8月に成虫になった、その虫が表に出てくるんですよ。体長は 2.5 センチから約4センチぐらい。で、足は6本生えてます。へぇー。まあ、全体的に今日服装が、服装黒ツヤ、なんかツヤがね。そう。うん、で、あの首元が、赤いんですよ、はい。首元が赤い。そう。なんでこの虫がね、うん、首赤ツヤカミキリムシ。首赤ツヤカミキリムシ。日本にはいなかった。そう。ぜひ今回、うん、逮捕に協力してほしいと。殺虫していいんですか、それ。殺虫してください。なぜかというとですね、あの、なんかあの、法律があるらしくて、おうおう、そう、特別外来生物を、なんかあの、保管したりとか、うん、その、運搬したりとか、うん、すると、うん、一応法に触れる可能性があるらしいんですよ。ああ、なるほど。保管とか運搬はダメだけど、そうです、そうです。殺虫はいい。殺虫は大丈夫です。いやー、そうですか。まあ、この犯人を撲滅しようと。ということで今回来させていただきました。ああ、そうですか。いやー、ディズニー後半ちょっと落ち着きを取り戻していった感じが良かったです。そうですか。そんな焦っちゃいました。緊張しました。すごかったですから。ただちょっと心配なのはちょっとね、あの、僕とケンボちゃんがちょっと並んじゃうと、画面の向こう側であの、履いてるんちゃうかなと。こぎだな。そう。
この絵面ちょっときついかもなって、ちょっとすごい野性味がね。そうです、そうです。感じていただける回になったんじゃないかと。はい。今後もしかしたらまた、顔を出してくれるかもしれない。そうですね。ケンモちゃん、ぜひ皆さんにちょっとなんかね、アピールしてもらっていいですか。首、赤津屋カミキリムシを、まあ、見つけた際にはですね、うん、奈良県景観自然環境係まで、連絡くださいってことだけ。ああ、そっか。じゃあ、ケンモちゃんのアピールのつもりで、助けてごめんなさい。いやいや、やっぱ、あ、大事なのね。自分のことよりも、奈良の桜です。奈良の桜が大事だから。うん、ありがとうございました。ということで、ケンモちゃん今日ね、初登場していただきました。本当に、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。帰れ。帰るのよ、この。私がこう、締めみたいな。じゃあ今日はケンモちゃん、ありがとうございました。ちょっとケツ上げ。また次回お待ちしてます。はい、失礼いたします。はい、ございます。ということで、桜の木を食べてしまう、首赤津屋カミキリという虫の、ご紹介いたしました。ちょっとまだ見かけたらね、駆除してもいいみたいなんで、ぜひ皆さんも、気をつけてみてはいかがでしょうか。ではまた次回お会いしましょう。さよなら。